マブラブ前回の続きからプレイしていきましょう。さて、ケイちゃんとのデートの続きからですね。なんだと？結局2戦を立て続けに落としてストレート負け。2戦目は屈辱の完封。こっちは一発も当てられなかった。接近してくるのに弾幕を張るのが精一杯で、懐に潜り込めた後は好き放題だ。なんか体の中からめった刺しにされる感じだったな。お前実はかなりやり込んでるだろ。そう。あー、学校遅れてきてる間にちょっとやってたりとか、そんな感じかな。でなきゃ俺があんなに無残な負けをするわけはないぞ。はっきり言って答えだ、というかショックだ。まさかヤミネに。どうして俺が負けたか教えてくれ。このままじゃ気になって夜も眠れないぞ。委員長。何よこの人形、作り物のくせに。メガネが。なんか向こうから妙に騒がしいな。どこかのバカがボクシングゲームの人形にどつかれてる。聞いた感じではそうみたいだが。っておい、あやみね。これからのこと決めないと。なあ、あやみね、ケチケチしないで。インペリアルパークホテル。インペリアルパークホテル？まさか。ホテルって言うこと聞かせるってまさか。の最上階での食事を希望。何？それはそれで。男に二言は？これほど会ってほしいと思ったことはない。圧倒的な実力を前に破れ、なおかつ最後まで蹂躙されるこの屈辱。忍び難し、難いし、耐え難い。では、早速移動。インペリアルパークホテルの最上階に、最上階なんですが。いい眺め。確か70階だったよ、これ。A ラインだな。え、ないわけじゃないのか、向かってんのか。車が走る様子がよくわかる。いや、これ、ん？歩いてる人の顔の識別さえつくぞ。猛禽類。フォンドだったらすごいな。別に、白金の財布を空っぽにしたいわけじゃないから。え？助かった。スカイテンプルのおごりに落ち着いて、本当に助かった。本当に最上階のレストランで伝票を切られた日には即死間違いなしだからな。もう何でも食え。お言葉に甘えて、ランチってことで。はいはい、神様ありがとう。で、さっきの続きだ。リベンジならいつでもどうぞ。これ以上俺の人格を破壊するような真似はやめてくれ。軟弱者。男には涙を飲んで引かなければならないこともあるんだよ。教えてくれよ、一体俺の何が敗因だったの？圧倒的な実力さ。だからそれは一体何に起因してるんだよ。自分に振り回されてるうちは私には勝てない。え？白金は自分に勝てていないから私にも勝てない、それだけ。そうか、そうだったのか。あのさ、さっぱりわからないんですけど。バカ。あのな、どうどう。そういうあやみねは自分に勝ててるわけ？ふん。お前すごい悪い方するよな。褒めないで、照れるから。お前ちゃんと耳機能してるか？そこそこは。はぁ、つかみどころがなすぎるぞこいつは。でもそんな風だから委員長とギスギス続けるんだぞ。委員長は組織の犬。いや、お前がそういうのは知ってる。その前に自分の犬。ん？自分の犬？どういうことだ？あれは白金以上に自分が見えてないから。え？私の敵じゃないね。委員長はこの場にいたら怒り狂うだろうな。後ろが騒がしいな。気のせい気のせい。まるで外のことが興味ないのな、お前は。そうかな。最後にもう一つ質問だ。まるでインタビュー。なんでお前が俺とデートなんかやろうと思ったんだ？質問ばかり。いいじゃねえか、デートなんだから会話は自由だぞ。さあ。さあって、お前の目的はあの勝負だったんだから別にデートまでしなくても。言われてみれば。言われるまで分からなかったのか？本当のところは俺のことが好きだからデートしたかったんじゃないのか？うん。やってんだ後ろで。汚い。なあ。
んてね。お前し、タッチ悪すぎ。ケケケ。いやだからお前がいると全然冗談に聞こえないんだってば。それじゃあまた明日。今のギャグは最高だったぞ。本当に来るのかよ。じゃあね。はいはい。あやみの池、わからねえ。お前深すぎ。全然読めないな。この辺はまあいつもの日常って感じだね。いや、あやみね。うん。よ。なんで反応速度が遅いんだ？よ。じゃなくてさ、まあいつものことだからもういいけどさ、覚えてろよ、そのうち絶対敵を撃ってやるからな。私の？お前が敵だろうが。びっくり。俺がびっくりだぞ、本当に。でも。なんだ？早くなんか言え、不整脈になるわ。軟弱者。お前な。昨日は素敵だった。その誤解されない表現も却下だ。というわけで。逃げんな。よくもまあ、あなたと一日付き合ったもんだ。我ながら感動するぞ、ほんと。でも、いいカップルだよね。でも、あやみね、本心言っても本心だと取ってもらえないんだろうな。屋上のフェンスに座っても落ちないし。あ、そこだ。そこのセリフが違うだけなんだ。それはできない。これが終わったら隅からかな。ああ、そうか。これ、引き受けるの方がいいのかな。そうだよね。結局、あやみねに、話しに行くんだから、そうか。引き受けた方がいいのかな。ああ、あったね、これ。ああ、謝ってんの、拒否とか。関係があんのかどうかわからんけど。悪い、用事がある。多分ここにいると思うんだ。あ、いたいた。一人で昼飯とは寂しいぞ。隣いいか？嘘、ごめん。さすがに俺はフェンスには登れない。ご用？まあ、そうせるな。ひとまず、俺に昼飯を恵んでくれ。はい。て、食べかけ？いらないの？なんてね。はい、こっちあげる。お、サンキューサンキュー。この味いいね。あゆみにが取り憑かれたように毎日食べるわけはわからんでもない。うわ、喉に詰まった。飲み物、いる？うん、いるいる。用意がいいな。死ぬかと思った。ゆっくり食べないとダメ。そうだな。なあ、マジでラクロスやらないか？うまくいけばさ、ラクロス優勝狙えると思わないか？午前中で全滅して、あとはボケーとしてるのも嫌じゃないか？おいらは今年が最後だからさ。留年するかも。縁起でもないこと言うなよ。そうかな。そうなの。どこに真剣に聞いてくれてるもんか全然わからんな。かわいい鳴き声。俺は動物か。違うの？残念そうに言うな。なんだ、つまらない。おいおい。話が全然進まん。結局俺って遊ばれてるのね。だからラクロスだ、ラクロス。この辺は一緒ってことなのか。結局、これは勝ルートなのかな。なんか負け方が違うっていう可能性もあるっちゃあるよね。あやみの時に遠距離でダメだったから接近戦で。懐に突っ込むぞ。よし。バーカ、隅からの攻撃にやられてる？ん？程度ならこんな作戦選ぶかよ。メイヤ、頼んだぜ。任せるがよい。あー、今回メイヤと組んでんだ。ミサイルだ。
避けたらすぐに軌道を戻す。目標は正面だ。メイヤ撃て。うん、右だ。あ、硬直した。俺の合図で一気に。喋ってる暇はない。右のレバーを奥に、左のレバーを手前に、そしてそのまま内側に倒しつつ。メイヤ頼む。ゲームが終わらない。タケル気を抜くな。バタだ。当たってなかったのか。これ以上回らねえ。好き勝手やってんじゃねえ。負けたらしいな。何がどうなったのだ。勝ルートあんのこれ。避けられなかった後のとっさの判断でサーベルを2段繰り出しはよかったんだけど、あの状態からあれ以上後ろ向くことはできないんだ。そうか、無念。くそ、結局巻き越しか。もう見切ってるからね。前にも言ったじゃないか。おかしいな、いろいろ工夫したつもりだったんだけど。タケルは接近戦の時、圧倒的に僕の左側から回り込むことが多いんだよ。ね、あー、そうかも。だから左左に逃げやがったんだな。でも、一戦目のあれ、シャオミュンじゃなかったら絶対アウトだった。だよな、二段蹴りなんて高等テク。メイが出すって分かってりゃ、もうちょっとやりようがあったんだけど。高等テク？テクニックのことだよ。うん、なるほど。トリガーを押すタイミングと機体の制御は難しいんだ。だから一人より二人の方が出しやすいけど、まさかな。初心者の人は時々とんでもないことするもんね。ああ、まったくだ。スミカにしてもな。何さ。これでも結局本当にどうなるんだろうな、これ。とりあえず屋上かな。マリマちゃんのことはそっとしておいてやろう。屋上に行ってタマでもからかって遊んでこようかな。タマはいないだろう。あ、タケルさんだ。いたわ。よっと、あやみね。そういや、お前らのツーショットって珍しいよな。そうかな。一番気が合ってるのにな。俺が見たことないだっけか。何やってんだ。ラクロスのルールを覚えようと思って図書室から本借りてきたんだよ。なんだ、ここでもそうか。放課後までに少しは覚えようね。あやみねがやるって言ってくれて助かったよ。どうして白金が助かるの。ん、それはお前委員長の機嫌がいいからだ。やめようかな。冗談だ、なんか知らんけど士気が上がってる気がして面白くなってきたって感じなんだよ。そう、楽しみだもんね。タマもスミカもメイヤもさ、みんな同じようなこと言ってんだよな。スミカちゃんもメイヤちゃんも本読んでたもんね。結局あれだな、文化祭とかそういうのみんな好きなんだよ。あゆみねだって、白秋祭じゃ頭にタコのけてたもんな。あれはね、ミキがやったんだよ。お前いくらたこ焼きやつったって頭にタコのけるやつはそうそういねえぞ。でも可愛かったよ。来年はやらないよ。あゆみね、今のボケ来年はねえだろ。まあいいや、邪魔しちゃ悪いもんな。退散するよ。別にいいのに。いいんだ、とにかく頑張ろうぜな。うん、あやみでもな。そこはかとなく変なやつ。じゃあな。この場合はどうすんだろう。先帰っててくれ。あ、でもそっか。でも委員長とどこなんだろう。あー、まああやみねの後追いかけようか。え、あやみねのやつ裏山の方に行くけどな。何するつもりだ。裏山サボってる。ホケー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 ケー。あのなあ、あいつ木の下に座り込んでずっと何やってんだよ。隠れて覗いてる俺がバカみたいじゃないか。あ、ん、ホケー。おい、しまった。何してるの。それはこっちのセーブだよ。何ほうけてんだ。イメージトレーニング。嘘だろ。うん、裏山なんかに歩いていくから、てっきり秘密の特訓でもするつもりなのかと思ったぞ。そのつもりだった。嘘だろ。ううん、これは本当。
じゃあなんでほうけてんだ。白金がいたから。あ、人に見られたら秘密の特訓にならない。俺がいたの気づいてんのか。うん、嘘だな、全部嘘だな。本当のことなんか世の中に何一つない。はいはい、タケ。でもあれだな、予想通り歩みにうまいじゃないか。疲れた。そりゃ疲れるだろう。めんどくさい、もうやりたくない。はいはい。って言ったらどうする。困るよ。どうして。せっかくみんながやる気になってんだ、式に関わる。そうだね。マジで面倒になっちまったのか。どうかな。頼むよ、何とかやる気持続させてくれよ。うん、ダメ。あのポジション誰が考えたの。ん、俺が提案して委員長が決定した。勝つ気だね。当然だ、やるからには勝つ。優勝するつもりだぜ俺は。やるだけはやるよ。ああ、頼む。じゃあ帰るね。結局何しに来たんだ。秘密の特訓。ひょっとしてマジだったのか。おかえり。あ、なんでお前がいるんだ。夕食とお風呂にお呼ばれしちゃった。なんで。まあまあ、着替えておいでよ、もうご飯だよ。ああ、この辺はでも一緒だよね。なんか面白いもの抱えてる。ど、傷つくな。悪かったよ。その猫何。捨て猫だ。ボールが化けた。ここにある、安心しろ。よしよし、いい、愛の手で泣いてくれんな。びっくり。お前絶対驚いてないだろう。こんなに可愛いのに白金に食べられちゃうんだ。誰が食うか。どうどう。はあ、こいつ捨て猫なんだよ。校内に捨てられてた珍しい捨て猫なんだ。天然記念物もの。少なくとも俺はおかずにお目にかかったぞ。で、それを食べちゃうんだ。食うか、マリンスに連れてって終わりだよ。やめた方がいいよ。なんで。管理人猫ダメ、保健所直行。え、嘘、マジ。それはダメだな。困ったね。仕方ねえな、一旦俺が引き取るよ。そんで考えてみる。それがいいかもね。乗りかかった船だ、歩みにも一緒に来て考えるか。いいよ。よっしゃ、決まりだな。これでも結局誰にやっても一緒だもんな。というわけで、歩みね、君に全てを託した。こらこら、アデにため息をつかないでくれ。やる気なさそうね。マックスなさなさ。それ何が。でもこの子に罪はないから。と懐から取り出したのは、またしてもあの焼きそばパンか。そんなもん懐に入れて持ち歩くなよ。お食べ。いや、やるなよ。あ、食べてる食べてる。ダメだって。猫でも焼きそばパンって食べれるんだよね。ダメだって。ちょっとそんなの食べさせたらお腹壊すんじゃないの。塩分が。強くたくましく。はいはい、やめとけよ。で、あゆみね、こいつの世話してくれるのか。餌付けするだけ。それでも十分にありがたいな。なんだかんだで猫のやつも懐いてるし。この辺は変わらないんだな。勝ち負けはやっぱ気になるな。で、これも一緒だよね。さて、本番でどうなんのか。あやめねに追いついてみるか。初だな。じゃあここで一旦区切って、次回この続きからやっていきましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。